はい、ただいま緊急で動画を回しております。皆さんにですね、ハッピーなご報告させていただきます。緊急なんでね、ちょっとまあ今いろいろ散らかってますけど、ブレ酸欠になるから我々横浜たける、関東2部リーグ、8位でしたっけ。8位だね、うん、8位で、まあ、あの JFL の結果次第、うん、まあ、もしくはこう関東一部のチームが、地域 CL で、JFL 抜けていくというところがあれば、まあ、我々残留確定というところなんですけども、なんと地域 CL に関東一部のチームが3チーム残ると、うん、強いいうことで、2チーム上がるのかな JFL に。なので、まあ、公式からまだ発表されてないので、確定っぽいっていう。何が？残留。あ、残留？残留確定っぽいということで。はい。来年も関東2部でできるぞー！いやー！タケル継続。はい、ということでですね。まあ、今シーズンもね、ちょっと、勝ちが少ないシーズンでしたけども。結局何回勝ったの？ 4 回、5 回。まあ、片手に収まるぐらいじゃないですか。そうだね。まあ、記憶にないぐらい勝ってないと。うん、うん。うん。まあ、あの、詳しくはね、完全密着見てもらって、うん、はい、何回勝ったかのカウントしてね、はい、あの、暇な方はね、うん、ぜひそれコメントしていただけると、はい、我々もカウントしやすいというところで。今日ね、はい、今日は、レッツの試合を見に行きました。はい、レッツの試合見に行きましたね。はい。今、最初の近くでね、撮影してますけども。いやー、Jリーグも暑いね。めちゃめちゃ暑かったね。よかったよ、めっちゃ。うん。まあ、いろいろね、疑惑の判定でしたけど、まあ、そこは我々のチャンネルは触れないでいく。やはり我々のチャンネル治安がいいで有名ですから ね、あの、自ら荒らしに行かないと。そうだね、はい。まあ、あの選手たち、うん、そしてサポーター、まあ、スタッフ、あそこの会場にいた皆さんはね、本当全力で戦ってたと思います。いいよやっぱサイスターは。はい。でさらにですね、うん、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、はい、あの今日 KSL カップ、うん、第3節ありまして、あ、予選リーグ、はい、我々予選リーグ突破ということで。いやー、いやー、ネタバレだね。いや、もうこれはね、ネタバレしていいと思う。だから次の動画楽しみに待っててほしい、うん、めちゃくちゃ楽しいんで。いやー、ついに KSL カップ予選リーグ突破。これね、横浜たけるね、いつも負けるんですよ。あと3回勝てば優勝でしょ。あと3回勝てば優勝。3回、はい、3回勝てば優勝と。もう、優勝したらな、優勝したらですね、なんとなんか賞金が出るとか、え、出ないとかっていう話がね、1000万ありますんで。1000万か。多分ね、ゼロ2つぐらい足りないかもしれない。足りない？足りないかもしれないですね。1000万には。1億。はい、あ、そういうことね。あ、そういうことです。ありがとうございます。まあ何にせよね、公式戦が年内ね、まあとりあえずまあ1試合確定したと。そうだね。まず1試合。最大で3試合できるということなので、頑張りたいと思います。はい。来週は、市原ですか？場所。全然わかんない。はい。あの、我々、勝つ想定もそんなにしてなかったと。そうね。ちょっと会場わかってないです。多分ね、市原のスポレクとかのあたりだと思いますんで、お近くの方がね。予定開けないとね。はい。多分日曜日です。うん。はい。多分毎週日曜日やっていくので、お近くの方はぜひ、我々横浜たける、応援に来てください。絶対手強いよ。はい。まあ、強いでしょうね。はい。ただ我々もグループリーグ、1位突破ですから。そうじゃん。はい。もうあの、死のグループと言われた。そうそうそう。いや、死のグループだったよ。マジで。マジで死のグループだった。まあ、栃木シティにはね。あ、そうだね。3-0 で勝利と。ああ、事態で。不戦勝で勝利と。で、東芝さんとは2-2の引き分け。引き分け。はい。そして今日の試合は、で、勝ちと。いうことで。はい。こんなとこですか？そうですね。はい。報告動画でした。字幕も何も載せないで、もう今撮ったらすぐアップロードします。Yes. はい。4G で。俺の 4G で。ということで、じゃあ、じゃあね、これからもよろしくお願いします。おなら出そうだわ、今。はい。じゃあ、まっすーと、デイリーと、ネンザと、はい、ジャイでした。さよなら。さよなら。